スーパーファミコンアワー伊集院光の放課後の王様。私は喋り出すときに必ずちょっと考えちゃうんだけどさ、はいはいはい、この4時っていう時間はこんにちはなのこんばんはなのこんにちは、あ今決まったんだ、うん、こんにちはなんだ。いやこれはね、あのうちでは昔から決まってんの。なぜかというとね、あの今はどうかしないけど、うち読売新聞撮ってんだけどあの、ね、新聞のさほら、あのこの何時何時っていうほらこれあのテレビ欄のところ あるあそこが、4時までは色がついてなくて、5時からはあの黒くなって白抜きの文字なの。でうちの母親がこの黒くなってるところからが夜だからねっていう風に言われて、ああじゃあ何読売新聞ができる前から多分こんにちはって挨拶とかあったと思うんだけど、うん、基準は読売新聞なんだ。そう読売新聞があそこに色を塗った時点で決まったんだ、うん、っていうかそれをうちの母親が口にした時点でね。ああそうなんだ、うん、お前ちのお袋神だしな。想像しだから、うん、まあとりあえずじゃあこんにちは伊集院光です。アシスタントのゆたおです。昨日は台風12号に襲われてテレビでずみあの表参道の木がね、うん、もしゃっと言ってたよ。メリ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 って。あとおっかなかったのがね、千葉の白浜町とかいうところに、うんうん、海もうブワッサー。いやそんなもんじゃなかったんじゃないかな。どんな感じだった。いやほら、うん、ボーンちやボーンやっぱり音はやめよう、やめましょう、ね、どうしても音に行きたくなっちゃうけどね。でもすごい、本当にあんなものすごい海で波が来てて、うん、でいて俺はアッコにお任せっていうさ、見ました昼の番組でさ、うん、アッコに任せてたんですよ俺の人生を、うん、ね、かなりお任せだったんですけども、うん、お任せで握ってっていう感じだったんですけど、うん、ね、俺で、うん、途中にさ、すごい状況を撮ろうっていうんですが、カメラとかさ海とかに行くわけですよ。海とかに行って、はいはいはい、ものすごい波で危険ですから、うん、大変危険です、台風12号が来てますからっていうところでウィンドサーフィンやってるバカがいいんだよ。本当に？本当だよ。自転車で走ってる人いたけどね。自転車はしょうがない、なんか移動なんだろうけど、ウィンドサーフィンは移動じゃねえだろ。今ウィンドサーフィンってサーフィンってそんなバカなウィンドサーフィンなんでイワシなんだよ。悪いな、まあ、あのウィンドサーフィンでやってやつとか言ってな、うん、大変だよ台風12号。でも僕ね思うんですけど、これすみません真面目な話していいですか。いいですよいいですよ。台風12号昨日来たのは1号から11号はどこに。それはね、鉄人28号と同じなんですよ。あ、じゃあ今までのやつはみんな失敗作だったの。失敗作なんですよ。あ、そうなんだ。電池が切れてるとか、ね、それからあと上手に飛ばないとか、うん、そういう理由で博士がいるじゃんか、うん、その博士が、あ、もうダメだこれっつって、うん、今年は11号まではね、いまいちだったらしいね。あ、そうなんだ。11号までいけるかなと思ったんだけど、玄関出ちゃったらフワフワフワなっちゃって、天気になっちゃったらしいから、途中で帰ってきちゃったりする。途中で帰ってきちゃったんだよ、お母さんやっぱダメだって言って、ね、忘れちゃって、上履き忘れちゃったりして、上履き忘れちゃってるし、あと今日短縮授業なの間違えて1時間早く出ちゃったりして、かっぽう着忘れてお母さんに届けられちゃったりするからね。そうまだシワシワのテーブルクロスは持ってたしさ、だから台風はその1号から11号までに関してっていうのは、なしんこになっちゃったのよ。あ、なしんこなしんこ、うん、で子供信じるのやめなよ、この時間子供聞いてるから。嘘だよバカじゃねえの幼児。そんな言い方することないじゃないかよ。はい、すみませんでした。はい、で、まあいろいろね台風が過ぎた後でいい天気のとこも多いと思いますけども、はい、こういういい天気な時こそ家の中にいて、ね、こんな時はね、こんな時は表出てるよ。じゃ台風の時ウィンドサーフィンしてもいいけれども、こんな日は家の中にいてですね、うん、こういう番組をですね聞いたり見たりしなきゃダメです。そうです。一応番組一押しのコーナー、ドクロ村の伝説なんですけども、はい、私はここ一押しでスタジオ入ってから真っ先にハガキに目通してますけれども、ね、みんなハガキがバカです。大バカ野郎です。ね、それからこれ我々の言い方がいけないんです。なんで？言い方がいけないからみんな変な風に返っちゃうんですよ。俺らどうも誘導尋問で変なことを言わせようとか書かせようとしてるもんな。うん、じゃあいいんじゃんみんなね。あと今週からですね新コーナースタートします、はい、先週はですねタイトルだけ書いて新コーナーなど嘘をついてたコーナーもあったんですけれども、今日は本物だよね。今日は本物ですよ。すごいモノ本だよね。すごいですよ。もうモ本のだよね。違うあとノーが最初の場所ノーもう黙んなもういいから。さあ、各コーナーですか。マガジンはですねいつものように壁新聞社で受信できますので、最後まで楽しまないとコロル。
スーパーファミコンアワー、伊集院光の放課後の王様、ファックス開けっぱなし、東京03-3423-3377、東京03-3423-3377。今日の1曲目はトカちゃんで紙切り虫の歌だったんですけど、王様で深緑で、緑じゃねえ、紫だ君がフォローの君が間違えてどうするでもさ、いつもほらふざけたこと言ってるじゃん、なんか、あの曲紹介、だ今日もふざけてるのかと思ったら本当の名前なんだよね、これ本当の名前なんだよ、ね、王様で深紫伝説、本当にこの歌はトカちゃんの紙切り虫の歌なんだよ、そうじゃなくて、うん、王様で深紫伝説、じゃあそれでいいよ、うん、じゃあそれでいいじゃない、そうなんだ、じゃあそういうことするよ、君の負けだ、うん、じゃあ負けでいいよ俺は勝負には負けたけど、うん、俺自身は勝ってるからね俺の中では、俺国ではトカちゃんの方だった、はい、もう分かりましたから先進みましょう、そうそう、俺今日ねちょっと話し合いしたいのはね、はい、人間ね、うん、こうなんていうんですかね、とある瞬間にね、うん、俺は死ぬんじゃねえかとか、俺は神様なんじゃねえかと思う時があるっていうのが一応僕の持論なんですけど、うんうん、あの例えばすごい簡単なことで言うと、毎日毎日別段栗を食べるような生活をしてないのに、うん、学校の帰り道にあーなんか今日栗食べたいなと思ったら、うん、たまたま親戚のおばちゃんが栗持ってきてたりする時あるじゃないですか、はいはいはい、ありますね、そういう時に俺は神かって思ったりするじゃん、うん、なあ、思う思う思う、であぐらかいて一回飛んでみようと思うんだけど飛ばなかったりして、やっぱ違うと思ったりするじゃんでうちの前住んでたところの近所にね、神様住んでたよちょっと待ってください、それどういうことなんですか、おじいさんいろんな奇跡を起こす、あーそうなんですか、起きてるらしいんだけどね、それはおじいちゃん国の中で、そう杖巻いてうわーあーって言うと奇跡が起きるんだって、起きてんのそれは見た目に、うん、だけど起きてるんだって言うんだもん、あのな俺すごい昔思ったの、今ちょっとあの横道に話するけど思ったんだけどな、昔すごく思ったことをな、うん、こう目の前にさ、こう例えばあの鉛筆とかこう置くじゃんか、ほい、うん、でいてそれに向かって奇跡を起こす、絶対起こせるんだって言い張る親父が、うん、あったとも何にも起こんなかったりするじゃんか、うん、あの時にさ、ずっと向こうの人工衛星とかボーンとか爆発してたら俺らは全然わかんないんだけ ど、ね、うん、外宇宙の星とかがドガーンとかこうみんなでこうスプーン巻き音にねニューニューってやってんのか、南極でペンギンが一匹直角に折り曲がって死んでたりとかそういうのあったらすごいなって、まあ、これ話してて余談なんだけど、余談ですね、そういうなすごい偶然ってあるじゃん、あります偶然、ほいでなすごい偶然が起きると俺は神かと思う、俺は病気なんだけどあのな金曜日に日本テレビにいたんですよ、ええ、で日本テレビにいたら、エレベーターに乗ってたらエレベーターの中にスピッツの涙がキラリっていう曲が流れてたのよ、はい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 、それでその時に隣にいた一応マネージャーと話をしてたのが、うん、涙がキラリっていう曲はこう漢字で涙って書いて、うん、ガーを書いてキラリをカタカナで書いた後に、うん、こう星のマークが書いてあるんだけど一応これは読まないの、うんうん、これはタイトルなわけな、うん、君みたいな音楽に疎い人に言っとくとみんな常識で知ってるけどね、うん、あの涙がキラリ星って書いておいて星とは読まないじゃんか、うん、でいて涙がキラリって星って読まないんだよねっていう話をしてて、そのマネージャーと話しててこうエレベーターが1階から僕は6階に行こうとしたんだけど、2階3階ぐらいのところであの星っていうのは芸能界では読まないことになってんのかねっていう話をしてて、うん、で俺がギャグで角田博の星も読まねえじゃんって言ったらエレベーター開いて角田博入ってたのよ、うん、本当入ってきたんだよ、うわ俺神じゃんと思って、あまり大した神じゃないな角田博用の神だもんだってそれはいや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 、お前ノストラダムスだって角田博が来ることに関しては予言してないんだよ全然それも俺は角田博が何か悪いことをするとか、なんか全国になんかたたりがあるとかそういうものだったり、バカお前普通に生活で、じゃあお前角田博に突然会ったことあるか、俺はないよ、ないだろ、うん、大津波に見舞われたことあるか、ないよ、同じぐらいの確率じゃねえかよ角田博に関してはすごいもう奇弁だ奇弁、君の言ってんのはパンペンか、俺はさ気分だよ、最低だね、もうそういうこと言うようになっちゃ うわ今俺すごいシーンとしながら、うわディレクターの水丸君ジングル打ってこの流れを止めてくんないか止めてくんないかなだってさ思ってたよ、うん、スーパーファミコンアワー一級院光の放課後の王様俺半ペンかよ、それは気分まだ言ってるよ、課長山田三郎俺半ペンかよ。うるせえ。すごいんだよ。月ちゃんこっちから先に気分でかぶせてやろうと思ったのに、それを見越して先に自分で言ったな今。俺半ペンかよ。ってその上ね、俺半ペンかよぐらいやったらさ、まあ、2秒ぐらいの言葉じゃないですか、うん、何通りか僕も何を言おう考えたんですけど、その間にグーッと僕のデータ番組がクッと出てきたのが、はいはい、気分の半辺長めに三角何の缶のお砂糖入れ
バターで炒めてさささのさって歌を思い出しちゃってさ。あ、やってたね昔コマーシャルね、うん、でそこまでボケちゃうともう辛くなってくると思ったらやめたんですけどね、一応コーナー行ったんですけども、はい、課長山田三郎45歳コーナー、はい、言葉というのは、うん、ただ文字が並んでるだけではありません。声大きいっすよ。あ、そうですか、うん、2人だしね、言葉というのはただ文字が並んでるだけじゃなくて魂が入ってるわけですよ、うん、入ってますよ。言霊です。はい、言霊、うん、ね、で名前にもこう魂が入ってるわけですよ、うん、変な話、名前が意味がなくてこう何ですか、こう認識番号みたいなもんだったら、うん、メソーとかいう名前でもいいですしどういう意味それ田中メソーとかピロシキとかそれかムクツとかいいわけですよだけどもちゃんと意味をつけようとしてるしムクス、ね、そう魂を入れようとしてるからあえてムクスにはならないわけです。いろいろ意味がある名前がやった言うたのツボで入ったよなあ、ね、これはお前向けの番組なのかよ俺の中でね。で、あのこうことこものに名前をつけるということは、はい、それ魂を入れるのと一緒ですよ、うん、でゲームなんていうのもただのプログラムだと思ったらダメなんです、ね、名前をつけることで魂を入れていくと、うん、よりおしもろい。おしもろいだって君笑うやけで参加しないから突っ込みやすいことを入れていかないといやでもダメですよ。それでさらにまた今笑ってしまったもん。あ、そうですか。こういう時っておしもろいなんて言われただけでもおかしくなっちゃう。あ、そんなもんですかね。そうですよ。だからあのお葬式ってお坊さんがお経唱えてるの聞いてると笑っちゃうじゃん。それと同じよ。なな、俺すっごい思うんだけどさ、うん、お坊さんがお経唱えてる時いつも思うことってさ、うん、あの親父デタラメに今自分の食べたいものの名前を笑うなとか思ったりするのと一緒ですね。そうです。あのそういうことでですね、はい、古今東西のですね様々な占星術風水学タロットおっぱい占いなどお越しして今日も皆さんから送られてきた名前を私はいい名前か悪い名前か判定していきたいと思います。すごいことやってんだね。そうなんですよ。今週からじゃない、この占いがあるなんて初めて知ったもん。いや昨日先週、うん、先週君は気づかなかったかもしれないけど、うん、僕は片おっぱいを揉みながら揉みしだいてたんだ。揉みしだいて僕はあと人差し指と中指のフォークボールの握りで乳首を挟んで。やめましょう怒られるから、はい、そうですか、はい、で今日募集してるのはですね、はい、ダービースタリオンの馬の名前、はい、2文字以上の9文字以下ね、いない、ね、いきますよ、埼玉県後返し差し切れエルウェーウィン、はい、ダビスタ馬の名前船虫。おっかないね、船虫よ。船虫の大群を見たことないからそんなこと言って。なあ怖いぞ船虫は。ゴキブリの気持ち悪さが6だとしたら船虫27ぐらいあるよな。あるあるある。めっちゃ怖えよな。ポイントとしてかなり高いよ。ゴキブリもさ、そうだけどさ、ゴキブリ以上に船虫歩くとき音がしねえじゃん、なんか、うん、でもで音がしないくせにサササササって感じなんだよね。でもこれ逆に言えばダビスタレサーで馬が走ってる時に一匹だけさでかい人が乗れる大きさの船虫、うわー怖ー。ね、想像でどっち怖え。こうジョッキーの格好した人がいるじゃん、それがこうまたがれるぐらいの大きさの船虫、ユニットバスみたいな大きさの船虫に。もう一つの方が怖い。もう言わなくていい言わなくていい。もう一つの言わなくていい言わなくていい。もう一つの方が怖い。あ、本当？言わなくていい言わなくていい。じゃあ次行こうか、はい、次行こうか。そんなに嫌がると思わなかったからな。ねえ、これすげえくだらないんだよ。ちょっとつけよう。鹿児島、はい、鹿児島も聞いてくれてんだ、鹿児島市のペンネームコージーユージーかな、コージーかな。字が汚いから分かんねえ。分からないよもうね、なんか言おうとしてやめたよ、もう。あのね、これ初めてなんだけど、はい、あの文字制限があるじゃん、はい、二頭立てなんだよ、うん、財布を忘れて愉快なサザエさんこの量を2匹いっぺんにこう出していく、つがいでね、つがいで、ね、うん、打ってると縁日のひよこよろしく、うん、言っとくといいんじゃねえかなっていう。じゃあ続いて、はい、ペンネームハサミ改めテレホンモンガモンガ馬の名前、はい、ホップステップカニあ、これは割と好きなんですけど僕ホップステップカニ。こいつ他にもいろんなの書いてきてんだよテレホンモンガモンガホモサウナホモサウナね、浅草にあるらしいぞ。あ、ほんと、うん、一枠一番ホモサウナ子供じゃねえんだから、これ次年21歳でおならロケットそのが面白いよ、おならロケット。おならロケットいいよな。いいよいいよ、なあテレホンモンガモンガ乳首2メートル全身もみ上げ5メートルな、乳首2メートルでも馬の乳首2メートルだったら刺さるぜ、下に下にな別に勝つ負けよりもただ上の方にいるだけのことで、メリーゴーランドみたいになっちゃうもの。だってだって乳首2メートルあったら乳首で走るしかねえじゃんな。そう、ね、あとはもう気持ちよくなっちゃうからどっちかだな、な甲骨の表情になっちゃうぐらいのもんだよなこんなんな、なんだかな面白い北海道ナウナヤング、はい、ナウナヤングね馬の名前弱め弱めいいじゃん弱め兵道ゆき
なんだよ遅め。なんだよ形容詞が多いんだ。ダメだな。ペンネームテレフォンモンガモンガ多いですね。兼尿カップ。兼尿カップ。兼尿カップ。兼尿カツプ。あ、一応8文字なんだ。入ってますよね。で続いてがですね、ハサミ改めテレフォンモンガモンガ馬の名前。ブリーフ履きっぱなし、しかも馬が5年も。なげえよ。それ今どっちが長い、5年が長いってんじゃなくて、その名前が長いってことです、ね、ああ、そう。別に俺らは、ブリーフを馬が何年履こうがいいけれども、9文字には収めろっていうな。しょうがねえな、こいつ。でも、なんかさ、長いのもありにしようか、これから9文字以上も。すいません。一応そこだけは守っとかないと。9文字は守っとかないと。ただの面白い言葉のコーナーとして存在するようになっちゃうからな。続いて、ペンネームドクター N、茨城。私の花園。うわもうダメだな。こんなんばっか。俺でも今回異常に笑われちゃったの、笑わされちゃったの、ブリーフ履きっぱなし、しかもうね馬が5年も。あとなんだろうな、ペンネーム水道水真水、こんにゃく部長。こんにゃく部長ってこと、うん、こんにゃく部長。こんにゃく部長、これ一応こんにゃく部長ってどういう部長かを想像したいよね、うん、こう愛妻弁当が全て刺身こんにゃくでできている部長なのか、もしくはこうフル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 っていう、あとなんか臭いんだろうね。え、こんにゃく臭いか。こんにゃくなんか臭いじゃん。薬品臭いよな、こんにゃくな。薬品、なんか薬品の匂いじゃない、もしくはうちのおふくろがこんにゃくに薬品を振りかけて俺に食わしてるのかもしれないけど。なんかすごい、え、こんにゃくって薬品臭い感じしない。俺こんにゃくはね、体の中の悪い砂を取ってくれるんだって。で、その悪い砂ってのが怖えよな。こんにゃくを食わない時にあるであろう悪い砂。あ、すごい怖いじゃんかよな。まあこんなところですかね、はい、一応当分の間あれにしときますか、その馬の名前にしときます。どうするんですか、馬じゃなくなったら今度何なんですか。いや馬の名前だと9文字でも、9文字以上のもんってないもんな、うん、9文字以上のマザー2の必殺技の名前とかでもいいけどね、あれ何文字ぐらいかな、まあ、とりあえず馬にしとこうか、な、面白ければ9文字以上でもいいや、はい、うん、じゃあ面白い言葉のコーナーなんじゃねえかよな。そうですよ、まあ今回は俺が一番いい名前自分につけようかなっていう、自分のにつけようかなっていう名前はね、ホモサウナかな。嘘、僕はオナラロケットかな。オナラロケット結構速そうな上に面白いからかなりありだよな、うんうん、ねえ、そういうことでですね、今週私が最優秀に選んだのがですねホモサウナ。そうなのかよやっぱり。いや、ゆたくんが、オナラロケットということで、はい、これは今からダビスタをですねやる人は必ずつけなさい、はい、義務です、命令です、はい、ね、もう従わなかった場合には国賊です、国賊です、うん、しかも山田さんちの子供。ね、来週も引き続きですねダビスタの名前の、募集したいと思います。じゃあゆたくんから郵便番号150東京都渋谷区神宮前 2-4-12 セントギガ伊集院光の放課後の王様課長山田三郎45歳の係まで。はい、じゃあ一曲聴いてください、瀬戸朝香さんでオナラロケット。夏色の永遠です。ファミコンアワー伊集院光の放課後の王様、ファックス開けっぱなし、東京03-3423-3377、東京03-3423-3377。ヘイヘイヘイ、ジェイコゾットジャーン。
毎回毎回新コーナーと称しましては内容の変わらないことをやり続けた私のコーナーでございますが、はい、なんと今回は、はい、コーナー名を変えずに内容を変えてみましたっていうことは元のコーナーはもう残ってないってことじゃないですかほとんどかもしれないです。とりあえず内容はどういう内容になったんですか。クイズ合戦。僕質問なんですけども、はい、まず一番最初あなたはユタオの部屋っていうコーナーで、はい、で中古ソフトを扱ったコーナーやってたじゃないですか。ですね、でタイトル変わった上に、内容がクイズ合戦になっちゃったら、そうです、この中古ソフトチャンプっていう名前ももうやめちゃった方がいいような気がするんですけど。そんなことはまた明日考えてください。わかりました。じゃあ僕明日考えることにしますけども、はい、で今回クイズ合戦はどんなクイズを、これですね、なんですか、要するに私とあなたとほらもう長いお付き合いです。うんうん、ね、でもう以心伝心じゃないですか。一心伝心、一心で心、もういや、もうじゃない、もういいです、先進みます、はい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 、だから、今日あなたと私と別々に、はい、先方さんにプレゼントを持ってきてるわけです。お互いプレゼント交換なわけですね。交換、はいはいはい、でもそのプレゼントの中身をある程度、僕からのプレゼントあなたは知らないわけです、うんうんうん、だから、僕のプレゼントをあなたがいろいろ探っていただくと思ってます。これですね、よくね、知り合いからプレゼントをもらったりして、それでいて別段欲しくないものっていうか、センスのないやつのくれるプレゼントって、こう台所とか玄関にほっといたりするじゃないですか。それで久々にそういう時にやったりすると、あ、どう、あれ気に入ったとか言われると、おいしかった、あれ美味しかったよ、え、ネクタイがなんて、締め具合がねなんて言ったりするじゃないですか。あれの遊びで、タイトルが一応どういうタイトルつけましょうか。じゃあね、え、プレジデント、違う大統領が、プレゼント For you。 あー、抜かなきゃダメですね。力抜いてくる。風切りノイズがいっぱい入んなきゃダメなんですね。プレゼント For you。 この今ミキサーさんがものすごく困る風切りノイズ爆入れ大会になるけどね。だってどうせあの人エコかけてくれないのに。今日は頑張ってんだ。そういうこと言うもんじゃないよお前。それじゃあですね、細かいみんなの楽しみ方は、今マガジンの一段目に、はい、ですね、二つの品物が入ってるんです。実はお写真が入ってるわけですね。そうなんです、はいはいはい、で僕たちは見てはいけないです。これは僕らは出す方ですから。そのマガジンに入ってるものっていうのは、一つ目の品物がこれはまず僕が、うん、で2つ目の品物を伊集院さんがそれぞれ知ってます、うん、要するに僕のプレゼント、一番最初がユタのプレゼント、ユタが僕にくれるプレゼントが入ってて、で2つ目は、僕がユタにあげるプレゼントと。そうです、はいはい、それでですね、その1つ目の品物を、うん、1つ目の品物、要するに僕からのプレゼントを、うん、であなたからのプレゼント、2つ目の品物はあなたからのプレゼントを、うん、いろいろこう質問をしながらですね、うんうん、相手の反応、様子を伺って、うん、当てていくとい う, こ う, いう自分が知らないというのを言っちゃいけないわけですね。そうです、そうです、はいはいはい、さっきみたいに美味しいものなんて聞きながら相手の反応を見ながら当てていくと、そういうことです。で、これ一応ね、勝敗を決めます。そうです。で、分かりやすく、僕が当ててあなたが当たらないときは僕の絶対勝ちじゃないですか、でお互い当たらないとか、お互い当たったときは判定ということで、うん、これもディレクター任せで、うん、で負けた方はですね、罰ゲームとして武田鉄矢のモノマネで、人としてという歌を人を通してですね、遠くまで見える道でを歌って、来週の1曲目生で歌うんですか。いやいや、歌ってテープに取っといて、来週の1曲目、うん、はい、延々とかけますんで。いやだな。しかも武田鉄矢のモノマネなんですけども、ちなみにどれぐらいできます。ねんですけさっきできたのに、あれできなくなってる。今聞いてるプレイヤーが全員なんですかね。そんなのさっきできたよ。嘘。なんですけ、全然似てねえよ。うわ、それフルコーラスだよ。さっきそれフルコーラスだよ。それ人としてと、それが送る言葉は一応自分で好きな方でもいい、うん、どっちか言え、冗談冗談でもいいや、うん、とりあえず武田鉄矢ならば、ね、俺めっちゃうまいで。おい、ちょガトゥー。うわ、もうすっげーきついわ。でそれは罰ゲームということで、はいはいはい、はい、それでは、早速1問目いっちゃってよろしいでしょうか。1問目は、ユタから俺にくれるんだよね。そうです、だからあなたが私に質問していただくという。わかりました。そうです。で、みんなはこんなこと言ってやがらっていうのを写真を見ながら言えて、はい、俺らは見れないということですね。ですね。わかりました。それじゃあまず1つ目の絵を皆さんご覧になっててください。それではいきます。あら、1問目って言う前に入っちゃった。はいはいはい、じゃあ始めましょう。はい、うんうんうん、どうも先日は、どうも、例えば先日お送りしたもの、あれ、あ、お使いになっていただいてますか。ありがとうございます、いや今度寒い方に行くんでね。でも寒い方だとあれはちょっとね、いやいやいや、都合が悪いでしょ。いや、行く、別にそれを持ってくとかじゃないんですよ。別に私が言って寒い方に行く、え、持ってくいやいやいや違うか、いやいや、いつも引き出しの中に入れ
って、おまあ、いやいやよく、引き出し、いや別に引き出しの中入れてもいいですけど、かなりね、いやいやいや、何を言って、引き出しの中に入れたいほど大事なんですけど、あなるほど、ありがとうございます。大きいじゃないですか、大きいじゃないですか、大きいじゃないですか、だから、リビングにね、置くようにね、使用、うん、置いてるうちもあります。いや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 、置いてるうちも置いてるうちもあるかもしれませんよね。でもそれにしてもでっかい、大きいですね。食べ出があるんです。いやいやいや、いやいやいや、俺怒られるんじゃないかと思うんですけど、そういうこと言うとね。いや食べでも食べようと思えば食べられない。もちろんもちろんもちろん、それはね。ただ私召し上がっていただこうと思って送ったわけじゃありませんので、ね。あ、そうなんですか。あ、じゃあ食べるのやめます、やめます。そうがいいと思いますよ。大勢で楽しめます。まあ、あれ、いろんな方法もありますから、それ楽しもうと思えば楽しめないこともないでしょうけどね。いやいや、大勢で楽しもうっていうこともできるんですけど、もうゆったさん私にいただいたんで、私に受けたんで、私一人で、もう楽しく楽しく、どうなさってる、楽しくどうなさって、持ち上げてみたり、悔しいな、あれちくしょう、すげえ悔しいじゃん、なんか持ち上げられなかないから、上に乗っかったりはしてるんですよ、またがったり。そうですか。またがることはよくまたがります、うん、でまたがるし、あとこう手つき今担ぎまで、いやいや担ぎまで担ぎまで、いやいやでっけえんだよな、またがあるんですよ、またがって猛スピードで移動したり、いやしないんだ、動かねえの、動かねえの、猛スピードで、まあ、動かないこともないでしょうけどね。いやいや、うちにある車で引っ張ったりするとかなり猛スピードで動くでもあまり強く引っ張りすぎると減るかもしれません、削れてね、なあねえ、なんだ、ちょっと待って、ちょっと待って、やっぱ、もうこれ以上質問事項はねえぞ、食べらんねえんだろ、でっかいんだろ、それでいて、それで、食べられないとは言ってないです。食べようと思えば食べられるんですよ、うん、でも生きてるじゃないですか、うん、生きてるじゃないですか、生きてます、ほら、生きてるじゃないですか、生きてますよ、でパオーンなんていう鳴き声は、鳴き声がする、鳴きますね、鳴きますね、パオーンって、あれや、ゾウなんかいただいてどうもありがとうございますちゃう、当たりイエーイ。いや 今の拍手のリアクションどうやって聞いたのかな、今拍手っていうより雑音に聞こえちゃって今の拍手なんですね、今もう台風13号かと思っちゃったよ、あれツッコミなし、全然面白くないし、それ自体は俺一問取ったわけですね。一問取りました。ピンポンピンポンピンポンとか来るよな、普通の当たったところで。もう一回言います。もう一回、ゾウなんか。あ、そうそう。ゾウなんかじゃないです。どうもありがとうございます。オッケー。こういう遊びなんですよ。そういう遊びです。こういう遊びなんですよ。はい。これが、あのさ、普通人がプレゼントであげるようなもんにしてくれよ。全然探りが効かねえじゃねえか。でもほら、ゾウはほら、屋上に住んでたりしますから、今ね。コマーシャルでもね。お母さん、ゾウがいるよ、なんつってね。知らない。嘘、あのコマーシャルすごい面白いよ。ほんと？うん。そうしようないわ、ね。俺今どんなこと言ったっけ、途中で。途中で食べるって言ったよな、食べる。食べるもん、うちはゾウ。いや、僕が一番引っかかったのが、上にまたがって猛スピードで走る。怖えと思って。それでブー出したらずるいやんか。上にまたがって猛スピードで走るものの一つではあるじゃん。猛スピードではないだろ、バカ、猛スピード。時速ない、320キロぐらいで猛スピードって言ったら、時速。全然、バカ、マッハ2ぐらいまで出るよ、出るゾウによっては。うわ、すげえ。マジで、インドゾウのね、ある種に限ってはマッハ2まで出るから、うん、じゃあ続いて2問目は僕からゆうたくんにプレゼント、僕しか知りません、で一応マガジン1の2枚目の写真が僕のプレゼントですから、あれもう皆さんは写真を見ながら、プレイヤーの皆さん写真を見ながらこういうのはバカなこと言ってるなと思ってくれるのが一番いいというか、ね、笑われるのはゆうたです、はい、じゃあ2問目よ、スタート。どうも久しぶりです。どうもご無沙汰してます。いや、お誕生日だったっていうの聞いたんで、あ、先日はなんか頂戴いたしました、ありがとうございました、どうですか、ちょうど引っ越そうと思ってたもんですからね。ああ、お引っ越しの際何にお使いになってるんですか。あの、住もうと思ってますあ、そうですか、でも場所がね、だってほらあれだけあればね、家族4人ぐらい何とでもなりますでしょ。まあ住めますよね、うん、じゃあお住みになってくださいもう住み心地あんまり良くない。いやいやいや、別にそんなことないんじゃないですか。いやいや、住もうと思えば住めますよ。ほら、あの、住めば都ですからね。だから、ね、ほら強くできてますでしょ。あ、頑丈ですね。頑丈ですね。ちょっとやそっとじゃ壊れないですよ、うん、もう大丈夫。中に家具なんかも置けますでしょ。家具を置こうって言うんですか。
おけま、いやいや許可さえ取れば置けるんじゃないですか、ね、許可がいるんですかね、まあ、住むのもかなり許可がいると思いますけど。あ、そうですか、うん、なるほど。あ、すいません、この間違うわ、あれは鈴木さんにいただいたのと間違った。あ、まずな、やだな、私があげたのはあれじゃないですか。あれですよね、美味しく食べてます。いやあれは食べるものでは。あ、ごめんなさい、俺も吉田さんにあげたやつと間違えちゃった。ね、あーねー、首に巻いたりしてます。首に巻けますね。巻くんですか。いやあ、ごめんなさい、俺も中島さんにあげたこと、僕中村さんにいただいたの間違えた。あれはね、住むのに許可がいるんですから、うん、あのね、ああいうとこあれですね、今ほら政治のね中心ですから、いろいろとね。ああ、政治の中心のあたりにも行きますね。うん、だからああいうところに住むというのは怒られますけど、あの中に敷いてある赤い絨毯が僕はね気に入ってるんですよ。赤い絨毯は敷いてないですね。そう、政治の中心ですから。あれでしょ、こんな形してるね。いやいや、そんな形って別にこんな戦闘ギガで言われてもみんなに見えないですから弱っちゃいますけど。国会議事堂の近所にあるもんじゃないですか。国会議事堂からは歩いて20分ぐらいから、もしくは離れてしまった時にはもっとすごい時間かかっちゃう、歩いてはいけないようなところ。放送で言えることだよねこれ。チンコとかじゃないよ。そうじゃなくて、それなんで国会議事堂から放送で言えることですよ。放送で言える、なんで言えないようなものをあげなきゃ。住むなんて言ったら怒られちゃうようなとこじゃないですよね。住むなんて言ったら怒られちゃうようなとこじゃないですよ、ね、写真も出てますから大丈夫です、すいません。そうですね、あれはそのですね、食べられ、セアキラなんかもね、え、あとジュディ・ヨングもね、うん、え、ローリングストーンズも、あ、分かった、え、ちょっと待ってください。なんですか。あ、分かった、武道館。いや分かった、武道館ってこのゲーム終わりやで、どう考えても。武道館って言い切っちゃったら、うん、ちゃうやんけ、君の負けやんけ、どう考えても。違う、あのね、ラスト1個ぐらいいいよ、うん、いいよ、何でも来てよ、グッと来てよ。あのね、私武道館って何だよ。一度は出てみたいなと思ってたんです、あそこには。え、出るとこじゃないから。え、嘘だって、今ローリングストーンズって言ったじゃん。いや、ローリングストーンズも使ってるし。使ってるんでしょ、うん、ローリングス、出るとこで泊まってみたいなと思って。崎陽軒の年賀シューマイも使ってるね。それマジのヒント。マジのヒントだよ。え、年賀シューマイ、5、4、3、2、1、ポストなんだよ、恐る恐る。ポスト、あ、なんで。一応答え、じゃあ写真で見ようで、はい、写真で見てみると分かりますけど、1個目がゾウ、びっくりした。私のやつがこれです。新幹線。なんで崎陽軒の年賀はがき。年賀シューマイ、崎陽軒の年賀シューマイ中で売ってんねん、車の中で。あ、悔しそうだ、もう君こういうことだとマジもんだからね。なんでローリングストーンズな。ローリングストーンズも乗るじゃん、たまに。そんなアバウトなんあれはないだろ。いや嘘は言ってないじゃんか、乗るじゃんか、ローリングストーンズも。なんかもっとすごいヒント与えてくれないと困っちゃうじゃん。うちのさ、スタッフにさ、うん、こういう趣旨を説明した上でさ、お互いやり取りするようなものしたのにさ、新幹線とゾウって子供じゃねえんだから早いもんとでかいもん持ってきてどうしようっつんだよ、おにゃろう。もうで、なんでさっき政治の中心って言った時にうんって言ったじゃないか。いや、政治の中心の近くも通って歩いて20分ぐらいから歩けないとこまで行くっつって、うん、ケチケチ、あうあうあう、ゆったちゃん、おつむじまがりちゃん、やめた、バーカバー。また新しいコーナー、勝ったのは伊集院さんチーム、イエイイエイ、シャンダララン、シャンダララン。うわ、気持ち悪い、ゆたくん、武田哲也、気持ち悪い。たくちゃんの言う通りです。でもじゃあ音に乗せてやればなんとかなるんだよ。いや、もう一回ぐらいちょっとリハーサルしたいんだよ今ね。はい、あの、なんですか。来週の一曲はですね、海援隊で歌は何を。海援隊でやっぱりあの送る言葉か、人としてのがいい。人と人とこだわるんだ、そこはね、人としてをですね、バイユタ君でお送りしたいと思います、はい。このコーナーですね、来週同じものをやるかどうかはさっぱり分かりません、とりあえずタイトルだけ募集しておきましょう。そうですね、タイトルは好きなものをつけて、おけば、はい、すべすべお肌やしっとりお肌っていうタイトルでも結構ですから。宛先の方は郵便番号150、渋谷区神宮前 2-4-12 セントギガ、伊集院光の放課後の王様ユタオのコーナーに適当にタイトルつけたれやのコーナーまで送ってください。待ってまーす。
スーパーファミコンアワー伊集院光の放課後の王様。この悪魔の森から生きて帰った者はいないんですか？サテライトライブラリー、ドクロ村の伝説。さあ、音切り層とかかまいたちの夜に代表されるサウンドノベル的なストーリーをプレイヤーのみんなと作っていくコーナー。へい。でプレイヤーの皆さんはですね、あたかも作家のような佇まいで参加してもらってます。佇まいってことはの入れ立ちからして入れ立ちからやってもらってます。ああそうなんだ。あの和服を着て伊佐坂先生みたいになって、そうそう、ベレー帽をかぶり、うん、ちょびひげを生やし、田中こんみまさんみたいな帽子かぶってね、かぶってかぶって、うん、ほいで間違った原稿を丸めて後ろの方に投げ、うんね、奥さんが文句を言わずに、うんね、そういうこと頑張ってもらってますけども、うん、あの先週までにもうすでに決まっている、ま、ーー決まっているストーリーはですね、これメニュー画面の、真ん中で2段目ですね、はい、2番目に入ってますんで、見てください。まずこのね、かっこいいね、表紙がね、いいですねこれがね。これ表紙をめくると音楽も変わるから、一斉のせでみんなで同時にめくると、はい、一斉のせ、なんかすごい嬉しくね、なんか全国にいるやつが同時に落ちてくれたら最高だな。以上私のストーリー朗読させてもらいます。はい。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山に芝刈りに行きました。おばあさんは忘れてしまいました。おばあさんは、あ、俺すごいよ、え、読んでる俺が操作の仕方分かんなくなっちゃって、あ、何度やっても後先が出ちゃうっていうの今なってたんですよ。これスクロールなんだね、下押せばいいんだね、ごめんね、同じことやってる人が何人もいます今、いっぱいいるだろうね、あ、なんか出ちゃうよっていう、ごめんなさい、下にこうやるなんか出ちゃうよってお金なのに、ね、なんか、ブジュブジュ、さっき進みましょう。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山に芝刈りに行きました。おばあさんは川へ洗濯に行きました。おじいさんが見えなくなるのを確認してからこっそりどこかへ出かけました。我々が選んだのは2番。おじいさんが見えなくなるのを確認してからこっそりどこかへ出かけました。おばあさんはおじいさんが向かった方向とは逆の方向に向かい歩いていきました。歩き始めて10分少々経った頃でしょうか、草むらから急に何かが飛び出しました。1番、それはとても可愛らしい子犬でした。2番、それはいかにも残忍そうな太った大男でした。あ、いいですね、この子犬のコットージが間違えてるとかなんとも言えないですね。人名入りますかね、子犬の場合はね、人名に子供の子って書きますから。あ、そうですね、一応ですね、我々選んだ2番の、それはいかにも残忍そうな太った大男でし した。だんだんドクロ村の伝説になってきてるわけですよ、ね、でその続きをですね、はい、いっぱいですね、今日は送っていただいて、送ってもらいました、何個か読んでですねチョイスしていきましょう、ね、チョイス、チョイスチョイス、ね、ごめんな、また当人当人チョイス、ね、チョイスしていきましょう、ね、じゃあですね、これですペンネーム水道水真水さんの作品です。それはいかにも残忍そうな太った大男でした。おばあさんが大男に出会っていた頃、おじいさんは山へ向かっていました。おじいさんは1番、おばあさんのエプロンを道端に見つけました。2番、見たことのない男たちが切り株をずらして中に入っていくのを見つけました。いつでもおじいちゃんを切り株の中に入れたいパターンですね。でちなみにこいつ考えてるなと思うのはですね、1番のおばあさんのエプロンを道端に見つけましたを選ぶと、じゃあ今のおばあさんは偽物なのかという疑問も上がってきて面白いっていうのがあるんですけどね。結構活かしてますね、頭いいですね。俺あの切り株パターンものすごく好きなんですけどね。見たことないよ、しかも男たちですからね、男たちが何人もいるわけですから何をやってるんだろうっていう。続いて世田谷区ペンネームストライク。それはいかにも残忍そうな太った大男でした。男はおばあさんにクロロフォルムを嗅がせると、気絶したおばあさんを小脇に抱えて、1番、近くの岩の裏にあったボタンスイッチを押しました。2番、指笛を吹いて仲間を呼びました。これさ、全然別のやつがさ書いてきてるにもかかわらずさ、なんかこの指笛を吹いて呼んだ仲間はなんか最終的に切り株に入っていきそうだし、なんか妙にリンクしそうでいいよねこれね。続いてね、
すごい狙ってるやついて、うん、狙いすぎこう、俺たちを狙ってきてるぞってやつね、うん、ペンネームハサミ改めテレホンモンガモンガ。それはいかにも残忍そうで太った大男でした。男はおばあさんの目の前で急に真っ二つに体が裂けてしまいました。なぜなら、一番、男の後ろで斧を持ったおじいさんが斧を振り回していたからです。二番、大男は実は開けても開けても大統領だったからこれ絶対採用しねえよこれ、何度も考えたってただ俺らを笑わせたいだけだもん開けても開けても大統領という言葉だけだもんそれはなあ。続いて、ペンネームハサミ改めテレフォンモンガモンガ。こいついっぱい書いてくれてありがとうだな。構成のライターにしてえな。草むらから急に何かが飛び出してきました。それはいかにも残忍そうで太った大男でした。男はとても低い声でうなるようにおばあさんに向かってこう言ったのです。1番、ピザを届けに来ました。2番、おじいさんを返してほしくば地獄山の頂上まで来い。地獄山ってとりあえずまだ出てきてないし、一応地獄山はこれ展開としてあるじゃないですか。おじいさんはそのうちさらわれてるわけですよ、うん、なあ、スーパーヒーローものみたいになっちゃったね。ところがでもこれ難しいのは、この流れでおじいさんを返してほしくば山の頂上まで来いだとすると、うん、おばあちゃんがどこに行こうとしたのか分かんないんですよね。あ、なるほどね。おばあちゃんが何上に歩き出したのか分からないですか、うんうんうん、それが難しい。後でもう一回戻ってくればいいんですけどね。続いて、新潟県早川博人。それはいかにも残忍そうな太った大男でした。その大男は草むらでよもぎ餅用のよもぎを摘むのに夢中になっていたのですが、うん、ですがおばあさんの姿を見たがために草むらから飛び出すことになったのです。なぜならば、1番、おばあさんが大男の死んだ母親にそっくりだったからです。2番、おばあさんの耳にとても美味しそうな人参がぶら下がっていたからです。人参好きなのかよ、人参肝心かよ。なあ、こんなところですかね。とりあえずこれもう一枚言っとこうかな。ペンネームハサミ改めテレフォンモンガモンガ。それはいかにも残忍そうで太った大男でした。大男はおばあさんをひょいと肩に乗せるとひょいと草むらの中に入っていきました。その奥には、1番、可愛らしい妖精がいました。2番、ピンクの照明とともにダブルベッドが用意されていました。3番、2億円ありました。3番これ俺結構この子供みたいな展開好きなんですけどね。とりあえずどれ行きましょうか。選ぶハガキと、これでもなんか最終的にお腹ソフトにしてえなと思うんだけどな。あのボタンスイッチっつうのはこれな、うん、あの男はおばあさんにクロロホルムをかかせると気絶したおばあさんを小脇に抱えて近くの岩の裏にあったボタンスイッチを押しました、うん、指笛を吹いて仲間を呼びました、うん、なあこれな。それからね、開けても開けても大統領はもう論外でしょ。それとピザもいいな。地獄山の頂上まで来いだよでも言葉的には面白いんだけど好きだけどね。とりあえずボタンかな。うん、これがいいと思います。これボタンがいい人でも指笛吹いた方がいい。ボタンを押した後、指笛吹いてその仲間を見てみたいっていうのもありますけど、うん、ボタンを押すとどうなるのかっていうのも気になりますよね。そうですね、うん、あともう一個パターンとして、僕ら 1,2 を選ばないでおいて、うん、選んだ方と続きと分岐を書いてもらうと思うんですよ。あ、なるほどね。これ両方ともすごくよくできてるからね、うん、それいこうか。そうですね。じゃあ今回採用のやつ読み上げます。ペンネームストライクです。それはいかにも残忍そうで太った大男でした。男はおばあさんにクロロフォルムを嗅がせると気絶したおばあさんを小脇に抱えて、1番、近くの岩の裏にあったボタンのスイッチを押しました。2番、指笛を吹いて仲間を呼びました。じゃあ今回は両方とも秀逸だったので我々選びませんので、はい、1番2番ご自分で選んで、好きな方を選んで、ね、好きな方を選んで続きを書いてまた2個に2個3個に分かれさせてください、はい、でこれで1番押して、例えば1番スイッチ押そうじゃん、うん、で2番は指笛じゃん、うん、1番でこうやって岩のボタンを押すと指笛の音がピーってして同じのになるんだったらやだな変わんないの。岩にスイッチ同じこと考えてました。今あそうですか。僕それが面白くて、いやボタンを押すとその人が自動的にピーって口に指笛吹くようになってそれ連動されて
ててボタン押すと誰か来て指を口の中にグーってやられてそうそうそうピーって結局一番かなと思ってでそれは誰なんだよで、あとこれの場合だとクロロフォルム書かされて行かされちゃってるんでおばあさんがどこに行きたかったのかっていうのがあったりすると、うん、まあ2週先でも3週先でもいいんですけどあったりすると結構秀逸かなと私思ったりでもあれですよね、昔々って言ってる割にクロロフォルムってのはすごいですよ今気が付いちゃったんですけどまあありますよ昔でも結構ね、それじゃあ、これに続くストーリーと選択肢をくっつけるハガキで送ってください。宛先は郵便番号150東京都渋谷区神宮前 2-4-12 セントギガ伊集院光の放課後の王様ドクロ村の伝説の係まで。はい、短い文章で結構です。必ず選択肢2つ以上つけて送ってください。それではエンディングテーマの方が一応このドクロ村の伝説のエンディングテーマですからこれはね、松崎しげるで愛のメモリー。時は立ち止まる窓に朝の光が優しく揺れ動き、あなたの髪をためらいがちに染めてゆく。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきよ、あなたに。この世に大切なのは愛し合うことだけど、あなたを教えてくれる。スーパーファミコンアワー、伊集院光の放課後の王様。ソドンソミレトラレレドシドシラドシ。最終的にさ、すごいなと思うのがさ、この番組ってさ、変な話、メジャーなテレビラジオより全然ハガキの質はいいじゃないですか。ほんとすごい思うんですよ。だからそれがうまくうまくこう大断言に向かってって、こう愛のメモリーに合うようなストーリーになってくると、おじいさんおばあさんが愛のっていう中でもうおじいさんの泣き殻を抱えたおばあさんが甘いなって言ったら俺めっちゃ感動するよ。しかも地獄山の頂上で、ね、頂上でな、なあ、それもボタンを何度も押した後にな。それじゃあですね、最後のコーナーはですね、今日開けっぱなしのファックスおよび手紙でもらったですね普通のお便りもしくは質問みたいなのをもらってますけども、はい、じゃあ行きましょうか。じゃあですね、はい、この辺からガー読んでみましょう。はい、参ります。はい、江南市の愛知県江南市の水道水真水さんからです。はい、映画に詳しい伊集院さん、はい、ロバート・ネルソン監督のこのスイカ野郎という1965年制作だそうです、うんうんうん、という映画を見てみたいのですが、うんうん、どこに行けば見られるのでしょうか。マリオン今それやってるやってる今やってるやってる、うん、マジマジやってるから見に行った方がいい絶対にすぐに、はいはい、前向かって、うん、マリオン 見に行ってください。タイトル変わってるかもしんないけどね次行っちゃって一応言っとかないとマリオン行っちゃう人がいるから、タイトルがね5人っていうタイトルに変わってることがあるからそれだけ気をつけていくと。あ、なるほどね、うん、はい、はい、続きまして、はい、千葉県千葉市のコロンボさんから。はい、オリックスがなかなか優勝できません、うん、どうすれば優勝できますか。あとイチローについて述べよ。命令系です。あー、イチローはさ、鈴木イチローっていう本名なんだけどさ、そうですね、あいつ次男なんだよ。あ、そうなの。変わってるよな、うん、次男で一郎っていう名前な。お兄さんなんつうんだろう。ゼロあーもう分かりやすい。ひねりも何にもないね。オリックスがなかなか優勝できません、どうすれば優勝できるんですかって。オリックスはね、あのね、あのカルシウムが今足りないんで、うなボーンを食べなさいってのが一応俺の。うなボーン、うなボーン、うなぎの、あ、じゃあうなぎのこう骨のこう頭に変えたやつ、あれを食べればもう即座にもう今日の午後にも優勝です。そんなに早く。早く早く、意外と早く優勝できますね、うん、ね、2時には。おっと伊集院さん、左手に時計してないのに見てるぞ左手に時計してないのに、今これ時計してないのに見る仕草をしちゃって、あ、いけねえこれ映ってねえんだよと思って今日の夜中の2時には優勝決まりますんで、はい、大丈夫です、じゃあ応援してくださいね。今日試合ねえじゃん。続きましてよ、はい、横浜市磯子区の飛車角おうちさんです、うんうん、教えてもらいたいことがあります、うんうん、よくダミ声と言いますが、うん、ダミ声ってどんな声ですか。ダミアン声。まだ終わってないんで質問が。はいはい、なになになに、質問が終わってないのに。ダミ声って語源は何ですか。今言っちゃいましたね。ダミアンです、ね、そして今、うん、芸能界で最もダミ声の似合う人って誰ですか。うんうん、ダミ声で答えてくださいって書いて。あのね、
ダミ声とはダミアンの声なんですよ、オーメンの、うんうん、あのオーメンでお前のようなやつ、うそうそ、本当や、ダミアンそんな声で喋らないぞ。いやそうだって、あれお前吹き替えで見てるからだって。いやいや吹き替え、言語はそうだって絶対的に言語は何語なのそしたら。え、言語はあれ、アイアムハンプティダンプティみたいな声で基本的にダウンダウンダウンアリスインザホー。それはあなたの中学の時の英語の先生の真似じゃないですか。それ俺の中学校の時は英語の先生は南波先生って言って、うん、We have a lot of アースクエイクインジャパンっていうのは全然このモノマネ僕大好きなんです。全然別なんですけどね、まあダミアン声なんですよ今、はい、ダミ声が一番似合うタレントさんはですね、ですね、杉平介さんが生きてんですか俺もびっくりしちゃってさ、今度会っちゃってさ、あれ死んだはずだよっていう感じの、ね、死んだはずだよ、おとみさんだね。いやいや杉平介は杉だよね。川崎市の三好、うん、宗明さんから。お前一生懸命読んでるのはいいけど、お前のライブの告知の時間なくなっちゃうよ。え、何だっていいのやって、うん、だってあと1分しかないよ。あ、そうなんですか。しといた方がいいで。あのね、うん、今週の木曜日21日にね、公園寺会館っていうところで6時会場の6時半開演で、うちの事務所のライブなんですよ、うん、もちろんえぐみちゃんも出ます、うんうんうん、ほんでね、お問い合わせなんですけど、おいおいおい、これね、あのうちの事務所のね、事務所に電話してください、はいはい、ね、電話番号は、うん、東京03-3225-7951、うん、東京03-3225-7951で自分の事務所の電話番号メモ帳見なきゃ言えないっていうのは情けないですけどね、うん、そこに電話かけてくれるとあのライブのこと教えてくれますから。またもっともらしい嘘ついちゃってやんないんだろ、そんなの。やりますよ、やるの、やるの、やるの、伊集院さんの言うこと聞かないでね。やるんならいいんだけど、ハサミさんなんか中野区ですから、ぜひとも来てもらいたい。あ、そうだよね、近所ですから。結局ゆたお君をこの番組でしか知らない人っていうのはただの変なトーンの人だと思ってるからちょっと気の毒な人だと思われてる。そう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 、だから絶対ライブ行くと、あ、なんだトーンは普通なんだっていうのが分かりますから、ね、そうそうそう、きちんと漫才してますから、遊びに来てくださいね。ラスト50秒です、いきますか、いいですか、はいはいはい、本日のマガジンの深夜放送メディアチンパンジーワニの餌に登場するのは小林めぐみちゃんですけど、めぐみ、じゃあ我々はえぐみです、めぐみですね、はいはいはい、私の、想像ですね、太めで色黒で二重で多分あだ名は潜水風だと思うもしかもひーもしかんだから、まあ、メディアチンパンジーワニの餌は深夜12時から2時の2時間放送局ビルで受信できますから、ぜひとも皆さん見てください。はい、そして恒例3番目に入っている別段意味のない写真は世界の晩御飯です。今日はうわ美味しそう、麺類だよ。麺類じゃないでしょ、これはおむそばじゃないの。え、おむそばだよこれ。ちょっと辛そうだよ。ぶっちゃ大好きなんだ俺。僕紅生姜ダメだから。ババです。